ミッドシップマンはアラブ首長国連邦の競争馬、シュボバ。主なカチクラは2008年のブリーダーズカップジュベナイル。わずか3頭立てとなったデビュー戦を制すと G1 デルマーフューチュリティステークスに出走。コロネット・オブ・アバロンを最後の直線で花さかわしてデビュー2連勝で G1 ホースとなった。続いてノーフォークステークスに出走。ここでは デビュー戦や前奏で下したストリートヒーローを捉えきれずに2着に敗れてしまう。立て直しを図るべく全米2歳チャンピオンを決めるブリーダーズカップジュベナイルに出走。このレースには中部地区の G1 ブリーダーズフューチュリティステークスを制したスクウェアエディ前奏で敗れたストリートヒーロー欧州からの遠征場でミドルパークステークスを勝ったブッシュレンジャーなど豪華な顔ぶれとなった。 レースがスタートすると、前走までとは、打って代わって2番手でレースを進め、向こう正面では、役も花を奪い、そのまま先頭でレースを進め、直線に入っても脚色は衰えずに後続に一番審査以上をつけて解消した。ドバイで調教が続けられ、アメリカクラシック三冠を目指していたが、怪我により断念。シーズン後半へ向けて調整をすることになった。そして、 2009年9月18日のオプショナルクレーミングで復帰し、勝利を収めた。その後、11月7日のブリーダーズカップダートマイルに出走したが3着に敗れた。初戦は2010年1月28日のマクトゥームチャレンジラウンド1に出走したが、4着に敗れた。2月に名ーメトロポリスを制したが、その後9月に引退が発表された。 2011年よりダーレイアメリカで種ボバ入りすることになっている。ありがとうございます。